ただ、当時は、社内のコミュニケーションツールが LINE だったんですよ、それこそ。月に、これぐらいの時間働けば、いつどのタイミングで働いてもいいですっていう形だったので、結論から言うと、3年ちょっと在籍して、年収は150万ちょっと多分アップしています。就活会議。就活会議の徳田氏です。今回は社会人 OB 訪問企画として、旧 LINE にお勤めしていた佐藤さんに働き方、年収、選考対策についてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在、スタートアップでマーケティングの責任者をしていて、新卒で広告代理店に入りまして、そこから旧 LINE に転職をしました。旧 LINE では、マーケティング企画職として、LINE が運営しているサービスの集客とか、売上目標達成というところをミッションにしていました。まずちょっと一日の過ごし方みたいなところから伺っていければと思ってまして、イメージとして割と働きやすそうなイメージは持ってるんですけど、実際ここってどんな感じだったんですか？いやもうおっしゃる通りですごく働きやすかったです。まずフルリモートだったというところと、多分これ部署によってとかちょっと違ったりするとは思うんですけど、私が在籍していたところはフルフレックスだったので、なんか簡単に言えば月にこれぐらいの時間働けばいつどのタイミングで働いてもいいですっていう感じだったので、完全にこう自分で仕事をコントロールできるっていう点ですごく働きやすかったです。結構フルフレックスって聞くと結構こう忙しいからフルフレックスにしてるみたいな会社とかも結構多そうなイメージなんですけど、はいはい、LINE ってもともと中途社員がほぼほぼ占めるので、いわゆるプロフェッショナルな人材が多いんですね、っていうところもあると思うんですけど、がっつり成果主義だったので、極端な話成果さえ出してれば、あとはご自由にどうぞみたいな形だったので、そこと多分フルフレックスって結構相性がいいと思うので、そうすると休みもまとめて取って旅行行ったりとか、フルリモートフルフレックスってきっとなんかワーケーションとかもできちゃうんじゃないとかって思ったりするんですけど、バンバンやってたってわけではないですけど、確かに別にどこにいても働けるので、ワーケーションみたいなのはちょっとやってた時はありましたね。成果主義なので目標がすごい高そうだったり、プロフェッショナルも多いってなると難しそうだなってちょっと思ったりするんですけど、はい、おっしゃる通り目標はやっぱ高かったのはありましたね。上から目標これですドーンって降りてくるわけではなくて、ある程度こう自分で考えて、定性目標と定量目標を自分で考えて、もちろん上とすり合わせて決めるっていう形だったので、そんなこう全然無理みたいな目標ではなかったし、あとはそのプロフェッショナル人材が多いから大変そうみたいなところでいくと、逆に皆さんの協力を得れさえすれば困難な仕事も乗り越えられるみたいなところがあったので、この分野はこの人が得意だからみたいなのを分かっておけば、割とこうアドバイス聞いたりとかして、うまいことやられた記憶です。目標設定っていうところでいくと、何を目標に置くのかなっていうのが若干イメージ分けづらいんですけど、そうですね、私のケースで言えばマーケティング企画職として一つのサービスの集客とか売上目標になってたので、例えば分かりやすく言うと、新規のユーザーをこの期間に何人獲得するとか、売上もなんかいくら以上達成するみたいな、分かりやすいところで言えばですね、定量目標、定性目標で言えば、例えば何かマーケティングの施策でキャンペーンをやった時に、そのキャンペーンに対してどれだけ好意的な口コミとかを得られたかとか、そういうのも確か設定していたような記憶です。平均的なその1日の過ごし方みたいなところを、朝起きてから寝るまでみたいなところでいくと、はい、私は結構その週2ぐらいでは出社してたんですよ、フルリモートとはいえ。朝10時から19時ぐらいが基本の勤務時間だったので、10時って割と遅いので、朝ものんびり起きて、のんびりご飯食べて、仕事始めてって感じだったんですけど、ただ当時は社内のコミュニケーションツールが LINE だったんですよ、それこそ。今はなんかスラックになってるらしいんですけど、当時は LINE で仕事の LINE グループがいっぱいあるみたいな感じだったので、結構もうしょっちゅう LINE 来るみたいな。で、まずもう朝起きたらまずそのチェックみたいな。もちろんそれは社用の携帯の LINE ってことです。いや、社用の携帯も希望すれば確か貸し出してもらえてたんですけど、僕は私用の携帯でやってたので、だから結構 LINE 来たらほぼ仕事みたいな。日中は僕のケースだとそのマーケティングチームに所属していたので、そのマーケティングチーム内の打ち合わせとかと、サービスを運営するチームとのすり合わせとかのミーティングがメインで、それ以外の時間帯は次のマーケティングの企画とかキャンペーンに向けた準備をしていて、当時 SNS とか運用もしてたので投稿したりとか、そういう業務もあったりしました。そんなにこう大きなこうテレビ CM とか大きなこうマーケティング施策の前以外はそんなに忙しいっていう感じでもなかったので、本当多分19時20時とかには仕事切り上げてっていう感じではありましたね。テレビ CM とかそういう大きなこうものが来た時にどのくらい逆に働く感じになるんですか？
なんか撮影とかも入ったりするので、こうスタジオに行ってとか、そこでなんか割と半日いたりとか土日も行ったりとか、こう主にそのあたりって広告代理店さんと一緒にやってたんですけど、ミーティングも多かったりするので。1年の中だとそれはどのくらいの、それこそテレビ CM ぐやるぐらいの規模の大きな企画は年に1回とかそのレベルなんですけど、はい、なんか3ヶ月に1回ぐらいはウェブサイトを作ってキャンペーンチックなものをやってたりもしたので、うん、メインのこうマーケティング業務でいくとこうデジタルマーケティングがメインで広告代理店さんと一緒にやるんですけど、プラス3ヶ月に1回そういうちょっとこう波がキャンペーンとかがあって、まあ、そこの準備に向けて日々やっていく。今すぐ内定が欲しいそこのあなた、就活会議は内定者の ES 選考体験機が読み放題、その数なんと13万社以上、しかも選考状況がリアルタイムで見れちゃいます。詳しくは概要欄コメント欄からチェックしてね。ちょっと年収のところとかもここから伺っていければと思うんですけれども、はい、率直に1年目から3年目までの年収の推移ってどんな感じだったとか伺ってもいいですか。結論から言うと3年ちょっと在籍して年収は150万ちょっと多分アップしています。成果主義なので目標達成度合い、目標達成で 100% なので、それに対して 120%、150% とかでこうインセンティブの度合いも変わってくるんですけど、1年目とかは50万ぐらい上がってて、3年目ぐらいにかけて成果をドンと出せて、それでインセンティブガッと100万ぐらいドンと確か上がったような記憶です。ボーナスみたいなインセンティブみたいなところでいくと完全に自分の評価だけって感じなのか、会社の業績も影響してみたいなのはあったりするんですか。会社というか多分担当してるそのサービスの売り上げとかは影響しますね。成果次第で結構お給料上がるなっていうイメージを持ってるんですけど、就活会議の口コミとか他のいろんなサイトを見ていくとちょっと給料が今上がりづらいみたいなのも散見されて、ここって実際どう感じますか。多分中途社員がこう多いっていう話したと思うんですけど、多分中途で入る人ってもともと多分割れてるとこうレンジ高いくて入ってくるので、そういう人はやっぱなかなか上がんないと思うんですよね。それこそなんか800万900万とかで入ってきて1年で100万上がるかっていうと結構難しいじゃないですか。ただなんか僕の場合そんなに高くない時に入ってるので、まあ、上がりやすかったのかな。ただ、新卒に関しては結構上がってたと思います。聞いてた中で言うと新卒は結構手厚くなんかバディみたいな感じで先輩社員が一人ついてサポートするみたいな形できちんと育てるみたいな風土があったように思いますね。アッパーみたいなところでいくと、なんかどのくらいが実際平均とかってご存知だったりしますか。いやこれは多分部署とか職種によると思うんですよ。マーケティングとか営業とか、1000万は多分部長クラスとかは行ってると思います。でただいわゆる平社員とかだと600万700万とかがパーなのかなという印象ではありますね。階級を上げていくと年収も上がるっていうことでもあると思うんですけど、はい、その部長クラスとか上に上がっていく年次とか他の評価の部分とかに共通するところってありますか。結構こう40歳くらいの方々って埋まっていたりするのか。いやそんなことないですね。結構若手でも抜擢されてマネージャーとかになってるケースもありますし、なんか職位みたいなやつですね、なんか何クラスみたいなのがあってそこをこう上がっていけばきちんとこう給料も上がっていくような形だったと思います。知ってる中で言うと26、27歳とかでもマネージャーになってた子はいますね。そもそもの配属みたいなところはどういうふうに決まっていくんですか。結構希望は通りやすい印象でした、うん、私のいた部署にも新卒いたんですけど、話を聞いた時は希望通りに配属されたというのを聞いてたの であとは入った後の移動は結構柔軟な印象です。周りでも割と移動してるメンバー多かったんですけど、文化って部署とかそれこそ子会社によって結構違うものなんですか、ね、違うと思います。かなり色が変わると思います。例えば私のいた担当してたサービスのチームは結構ドライでしたね。あんまりこう飲み会とかないし、年齢層も32、3ぐらいの人が多かった気がしますね。30代が多くて結婚されててお子さんいる方とかも多かったので、まあそれもあるかなと思うんですけど、飲み会少ないという。ただ私の友人も当時いたんですけど、 LINE の広告の事業とかはなんかみんなで頑張ろうぜみたいな感じで、多分結構出社率も高くて和気あいあいとやってたイメージがあります、ね、今ねヤフーさんと多分一緒になってるからなおさら多分文化とはっていうなんか入社後のギャップとか何かありますか。まあ、中途社員に関しては思ってる以上に多分放任主義
なのでもう自分から情報を取りに行く気概がないと結構最初立ち上がりしんどい気はします。あんまりこう他の人に構ってる余裕がないというか、そういう人が、あ、全然悪い人でもちろんないいい人たちばっかりなんですけど、これは全然悪いギャップとかではないですけど、思ってたよりも韓国の方とのやり取りが多くて、会議も韓国の拠点の方も入ってやることがあったので、割とこう同時通訳の方が入ってやるっていうのは割と新鮮だった気がします。で、当時そのコロナウイルスが出てくる前も僕は LINE に行ったので、当時は割とこうかなりの頻度で韓国からも出張で来られてて、よくその時は飲み会とかもあったりしましたね。その時の言語ってどうなるんですか？言語は韓国語喋れる日本人とかも結構いたので、チームに。そういう人にこう通訳してもらいながらとか、あとはもう結構ジェスチャーというか、割と楽しかった思い出ですね。そう、入社したら韓国語話せなきゃいけないとか。あ、全然、これ全然ない。教育制度とかそういうのはない。まあ、福利厚生の一部として、その韓国語を学ぶみたいなのはあった気がしますね。語学のところは結構手厚いものがあった気がします。ちょっと先行の対策の部分お話を伺っていければなと思うんですけれども、はい、社員全員が言うと思うんですけど、なぜ LINE かっていうのは結構しつこく深掘って聞かれます。今こういう LINE のサービスがあるけど、自分は LINE を活用してこういうことをしたいとか、なんかこれだけのユーザー数がいるサービスだから、なんかもっとこういうことができるんじゃないかとか、あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。